言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、1日経ちましたけれども、ナンバーアイの3人が出演したあのフライデーミュージックパズルの番組の感想ですね。いや、なんかね、結構いろいろとね、思うところがあってね、面白かったですし、3人のわちゃわちゃも見れましたしね、それも良かったんですけど、半年ぶりだっていうところと、あと生出演でしたね。前日の 2B の配信の方で、直接3人がね、生配信参加できず、海外にいるっていうところからだったので、帰ってきてすぐに生出演なのかなって思ったりとかしたし、まあ、でも多分名古屋の空港の方に、海外どこの国か分かりませんけど、そこから戻ってきて、それで出演したのかなっていうところなんですかね。いや、でも忙しいなと思います。すごくね、ね、ラジオでも語ってましたけど、まあずっとね、今年デビューしてからずっとね、一日中3人で、仕事も一緒にいること多いし、プライベートも一緒にみたいなところでっていうね、仲の良さが本当に伝わってくるし、そこでね、もちろん普通に雑談とかもするでしょうけど、音楽とかの話もきっとするんでしょうね。でもなんか、普通に定食屋さんとかに3人で行ったりなんかして、で、会話はこのご飯美味しいねみたいな、本当にそういう会話もするっていう、でもそういう時間って必要なんだろうなって気がしますよね。で、まあ本当にいくつかね、語りたいことがあるんですけど、これって皆さんは知ってたことだったのかな。私が全部の情報を終えてるわけではないし、もちろんファンクラブコンテンツは終えてないから、まあなんていうか、そこは知ることができないんですけど、つまりその透明になりたいの話です。そうですね、今回この話しようかな。もう一回ぐらいで分けて話もしたいけど、ひとまずこの透明になりたいの話をします。まあ流れ的に全部の話するかもしれませんが、平野くんがバウンディさんにね、曲を頼みたいっていうのは数年前ぐらいからね、自分がソロをやるんだったら頼みたいっていうのを考えていたっていうことは言ってましたね。だから言ってみれば前世の話で、まあ前世つまり、まあ名前を言っても大丈夫ですから、キング&プリンスの時にも考えていたっていうことですよね。ね、バウンディさんもね、昔から活躍されてますからね。うん、怪獣の鼻歌なんか有名ですけども。で、まあそうだったんだなって思ったりしてね。で、なんていうのかな、結構不思議な曲だなっていうのを最初に聞いた時から思っていて、なんかこうサウンド的には、これ他の YouTuber さんも言ってましたけど、オアシスの楽曲に似てるなっていうところとかあって、あ、なんか懐かしいななんて思ったりしたんですけどね。で、なんだろうな、数年前にそのバウンディさんに頼みたいって思っていたって話とまた別で、まあ、その先ほど言いかけた話なんですけど、平野翔くんが数年前に見た夢があり、それを曲にしてもらったっていうことみたいですね。まあ、歌詞に関してはご自身で書いたりっていうところだということで、まあ、当然自分の夢ですからね。そのまま夢を書いたか、ちょっとそのね、曲にするために内容を変えたかっていうところって分かりませんけど、数年前の話で透明になりたい夢かって思ってね、ちょっと思い出したんですよ。それで正直ずっと忘れてましたけど、そう、自分ご自身の夢、見た夢を曲にしてもらったっていうことなんだなとね、すごいなと思いました。なんかロマンチックだなと一瞬思ったんですが、ただずっとそのご本人が覚えている夢だからインパクトがあったんだなって思って、で、なんか歌詞が次のバス停は来ないよ、白昼夢だからねみたいな歌詞だったり、それから胸がちょっとこう急
キュッとするみたいな、そういう意味合いの歌詞とかがあったり、透明になって できれば君の隣にいたいみたいな、そういう、まあ普通にやはりなかなか幻想的な夢だ、夢っぽいなっていう、現実から離れた夢っぽいなっていうところはあるけど、数年前の話なんですよね。ちょっとね、自分も似たような夢を見た記憶があったなっていうのを思い出したんですよね。で、まあね、なんていうのかな、その時って結構不安定な時期だったんですよ、メンタル的に。生活とかもね、楽しくなくてというか、まあ、具体的に言うと、アイリーズの皆さんに語ったことあったかな。自分、その父親が結構ダメ人間でね、借金抱えてて、ずっとそれでいたんですけど、まあ、もろもろそれで、なんていうか、父親は、まあ、蒸発しましてね。まあ、それで、まあ、これも言っちゃうか。弟と母親と一緒に暮らしてますが、そう、まあ、父親のせいでだいぶいろいろ苦労して、その時に、自分がそう消えてなくなる夢っていうのを見たことがあってさ、だから透明になりたいっていう、透明になるっていう表現で自分で考えていなかったから、その、なんていうか、違うんだけど、ただ、その平野くんが数年前に見た夢って話をラジオの中ですっと言って、え？って思って、そうなの？って思ったのと、それで、その時に急にパッて思い出しましたね。忘れていたんですけど、まあ不思議なもんですね。あのね、で、その時に、あれなんですよ。自分がその変わった夢を見たから、自分の体が透けてな、透き通るみたいな夢を見たから、なんかちょっと嫌じゃないですか。でも、夢診断見たら、やっぱりちょっと、不安な気持ちとか、個性がなくなってしまうみたいな、そういう意味合いの夢だったんですよ。おおって思ってね、その時もね。なんか、それで自分としてはちょっと絶望したりなんかも、その時しましたね。あのね、まあ、これは手前味噌で自分自身の話なんですけど、その時ってあれなんですよね。ストリートパフォーマーやってた話は最近ちょっとさせてもらってますが、もともと自分もラップをちょっとやっていてね。で、自分でイベント主催したりとかね、したし、あとは、ダンサーの友達が多かったんで、ダンサーさんのイベントに出させてもらったりとか、それが多かったですね。ヒップホップの音楽の方のイベントっていうよりはね。まあ、そんな時期が実はあったんですけど、その先ほど言った通り、ちょっと父親とかの関連で、まあ、あんまりラップなんかやってる場合じゃなくなってきたなっていうところで、まあ、今思うとね、自分の才能がないっていうのを隠すためには、それもその部分では良かったのかもしれませんが、ただ自分がラップっていうものを奪われていく感じになりっていう、その時は思ってね、個性がなくなっていくんだろうなっていうところを思ってね、その時夢診断で調べたんでね、そうっていうことだったんですよ。だから個性がなくなっていくとか、そういう部分、透明になるっていうのは、つまり溶け込むみたいな、そういう意味合いだったりするから。で、それで翻って考えた時に、数年前に見た夢っていうことは、まあそのアイリーズの皆さん、まあ当時ティアラの皆さんから、特にそのナンバーアイの話、特に平野くんの話を聞いた時に、やっぱり、まあ、前世の時、もちろん仲間はね、すごく好きで楽しんでいたと思いますが、どうしてもね、皆さんの話から聞いて自分でも調べた感じで、前世の最後の方はやっぱりだいぶ辛かっただろうと思うし、数年前っていうとそういうことですもんね。ね、だからもしかしたらそういう風に個性が、その夢診断で個性がなくなってしまう不安みたいな、そういうところってまさにそうじゃんって思って、つまりね、海外にやはりずっと行きたいっていうところもあり、それでヒップホップが好きで、まあそれでね、自分のやりたいことっていうのは、まあ、当然神宮寺君、岸君もそうだけどあったわけですよね。でもやはり、ね、前世の時にはそれはおそらく望む通りの姿にはいけなかっただろうし、でもやっぱりだんだん自分のやりたいことっていうのができなくなっていくんじゃないかって不安っていうのがあったんでしょうね。
当然そのなんていうか、ね、洋楽が好きなヒップホップが好きな人で、まあ情勢としておそらく K-POP とかの状況だったりとかそういうのも当時見ていたと思いますから、岩橋君がまあそのね数年前の段階で海外にも行ってソロでやってるっていうところにも刺激受けたかもしれないというのもそうだし、まあでもいろいろと話とかもね仲間ともして、まあ仲間ということもそうでメンバーとも話をしていたと思うんですけども、やっぱり悩んでいたんだと思うんですよね。でも結局その時ってね、わかんないですけど、なかなか全てのことを周りに話すってわけにもいかないから、今そのね、昔の何年前かの夢っていうものを、それで、曲にできるっていうのは、無意識的にかもしれませんが、多分逆説的に今は本当にやりたいことができているんだろうなっていうところなのかもしれないしね。まあ知れないしねっていうか、まさにそうですよね。そうなんじゃないかなって思ったのと、あとあれですよね、サビのところ、透明になりたいのサビのところで、君の隣にいたいみたいな感じだったりするけど、でその相手って誰なのかなって思った時に、もしかしたらですけど、その今現在の平野くんだったり、あるいは未来の平野くんだったり、それに寄り添ってっていうか、数年前にはできると思ってなかったかもしれない、その自分の個性を出してやりたいことをやるっていう、そうアーティストとしてそれを今現在はできているし、今後未来においてもできるっていうところもあるだろうから、まあもしかしたらそういうところなのかなっていう気がしています。だからまあそれについてはそう思ったのが、BE:FIRST のレオというね人がいてですね、レオくんがライバルっていうのは周りとかじゃなくて、未来のその自分自身っていうね、そこについて、まあそれはレオくんだけじゃなくて BE:FIRST のメンバーがみんな結構それを言ってるんですけど、まあ周りと比べたり強行するっていう感覚ではないところでやってるっていうところを前提にして、まあライバルは未来の理想の自分みたいなところ、まあ何年後かにやはりねそういう感じで間違いなく成長してそうなってるから、だから嫉妬をする相手とかね、負けないぞって思う相手は未来の理想の自分みたいな、なんかこれ確かナンパイの楽曲の中でもそういう感じの歌詞があった気がしたんで、多分基本のところというか、うん、トップで言ってるアーティストというのは考え方と似てくるのかもしれませんね、もしかしたらですけど、うん、まあでもとにかく今はまあその夢診断のねこととかも別にそれが確実に合ってるかどうかっていうと分かりませんけど、ただなんかフィーリングとして自分のその感覚が急に思い出されて、でもなんか理論とかではなくフィーリングでそう思ったので、うん、まあ、数年前の平野くんがそう思っていた夢っていうのを今だから曲にしてこう外にアウトプットできるっていうことは、その状態はもう解決して過去のこととして捉えて現在未来を進んでいるっていうことなんだと思うし、あるいはそうやって過去の夢っていうものを曲にするっていうことで、一旦その昔のそういう状態っていうのを区切りをつけて前に進んでいくっていうことがさらにできるよっていうことかもしれませんから、まあそんな感じで、まあ夢診断的な話もしちゃいましたがね、それがメインになっちゃいましたが、今いい状態で進んでいるんだろうなって思ったし、改めて本当にナンバーアイになれてというかできてよかったなってことだと思いましたね。はい、というわけで、うん、透明になりたいのね、その元のネタが数年前の夢、見た夢っていうのがあったので、うん、そういうことなんだろうと思いますね。ハクチュームって言ってましたけどね、でもハクチュームだからねっていう言い方とかも、当時見た夢の感覚をそのまま言ってるとしたら次のバス停は来ないよっていうことだから、それもまたなんかねちょっと思うところってありますよね。はい、というわけで、まあ平野くんの透明になりたいの話だけで語ってしまいましたが、まあそういう感じだと思いました。自分のことも思い出しましてね、うん、っていう感じでございます。ではこの辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく。街角の語り部、グランパンパースでした。
はい、ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、登録者数様が2万3000人を超えました。本当にありがとうございます。引き続き3万人を目指して頑張っていこうと思っております。もしまだ登録していらっしゃらない方がいらっしゃいましたら、よろしければ登録をお願いしたいと思います。YouTube 登録は無料でございますので、大丈夫ですし、仮に登録を解除したとしても、皆さんに通知とかは行きませんし、私にもお知らせは来ませんので、大丈夫です。はい。一度、解除された方で、また登録してやろうかなって思ったら、もしよかったら、また登録もお願いできればと思っています。はい。励みになりますので。はい、そしてもう登録してくださっている方はありがとうございます。引き続き精進してまいります。それでは失礼します。